あなたはエアウォレットを知っていますか私は知らなかったので調べてみました本日はエアウォレットとは何かエアウォレットに対応している金融機関そして私の感想をお伝えしますエアウォレットはコインプラスを利用しチャージ支払い送金出金が無料でできる送金アプリですコインプラスはリクルートと 三菱 UFJ 銀行が作った決済ブランドででです。す。エアワレットを利用してできるこことはこちらです銀行口座からチャージ手数料無料銀行口座への出金手数料無料ユーザー間での送金手数料無料加盟店やオンラインストアでの支払い航行料金の支払い家計簿管理ポイントやキャンペーンの利用などです。 そして現時点で対応している金融機関についてはこちらをご覧ください。こちらはコイインプラスのですすねサイトになります登録できる口座がこちらに出てるんですけれども足川銀行、阿波銀行、愛媛銀行、大分銀行ずら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 っとありまして住友 SBI ネット銀行とかですねあと PayPay ペペ銀行、みずほ銀行、 三井住友銀行三菱 UFJ 銀行そしてゆうちょ銀行もありますそしてりそな銀行もありますねえこちらの情報はあ2023年8月28日時点と書いてありますね以上ですいかがでしたでしょうかエアウォレットが便利だと思うのは金融機関の間の手数料を無料にできることです例えば、 自分が口座を持っている A 銀行から B 銀行へお金を移動させたい場合、A 銀行からエアウォレットでチャージして、それを B 銀行へ出金すれば、お金の移動ができてしまうんです。一般的に金融機関から金融機関へのお金の移動は、手数料がかかることが多いと思いますが、この方法なら無料になります。このようにエアウォレットをうまく利用することで、金融機関との取引も便利でお得になります。 今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。